ミサの前は水晶に似たガラスの海のようであった。ミサのそば近く、その周りには四つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人のような顔をしており、第四の生き物は飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その翼の周りも内側も目で満ちていた。そして昼も夜も絶え間なくこう叫び続けていた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、全能者にして主なる神、昔いまし、今いまし、やがて来たるべき方。
御座の前から聖なるかな聖なるかなと主よあなたを褒めたたえる賛美が天に地に響いています。私たちに聖なるかなの賛美が与えられたのは、私たちが御座の前の礼拝に呼ばれたのではないかと思いました。地にあっても御座の前の礼拝を共にする、そんな時が来たのだと思っています。そして聖なるかなの賛美は昼夜絶えることがない四つの生き物はこの賛美をやめない、絶やさない、この賛美に私たちが今力捧げる賛美が響き合っているのだと思っています。その響き合うところに癒しがなり平和がなると信じます。この賛美がさらに全地を覆い、今地震で傷んでいる地に、人々に、戦争のただ中に置かれている地に、その人々に、そしてすべての悲しむ人に、届けられますようにと祈ります。今年はあなたの愛が成就するとき、それは一人一人の上に神の愛が成就するときであり、体に、教会に、そして全地に愛がなるときなのだと思います。あなたの愛なる願いがなりますように、礼拝の喜びが全地に満ちますようにと祈ります。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。1月の癒し礼拝は黙示録賛美を中心にしたいと、もう本当は全部を黙示録賛美にしたいと願ってきたのですが、どうしても阪神大震災のメモリアルデイと近いということもあって、癒しも祈ってきたのですが、今年はもう新年早々から能登の大地震が起こって、私は御座の前の賛美を歌うことも、この今目の前の痛む人の癒したまえを祈ることも同じだと思いました。同じというより、黙示録賛美をするなら目の前のことの一人一人の痛みも病も癒されると信じています。私たちに開かれた宇宙礼拝、霊と誠の礼拝は、
やはりこの天の礼拝、御座の前の礼拝と、重なるというか、そのものではないかと実は思っています。この御言葉をね、読んだのは、御座がどんなところか想像がつかないでしょ。まあ、この御言葉を読んでも、御座がどんな風なのかは本当にはわかりません。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。私はこの命の流れ、もうキラキラとする命の流れが水晶のように輝いているというのをかつて見たことがあります。だからいつもそれを想像してしまいますが、本当はわからない。そしてでもわからなくてもいいんです。御座の前でもう昼も夜もずっとされている礼拝に私たちも共に加わる。そしてかつてこの語られたことがあるんですよね。この礼拝をね、礼拝を礼拝を表すのではなく天の礼拝をするんだよって、この表すというのはね、天の礼拝であるように、ね、作ろうとしたり、ね、こうであってほしいと願うそのものではなくて、そんなことではなくて、もう天の礼拝そのものをねしてほしいんだと、うん、語られたことを思い出しました。そして今日は阪神大震災の後にあった一番初めの癒し礼拝、1995年2月20日だったかな、その時の癒し礼拝でピーター先生が語られたことをね紹介したいと思っています。なぜなら本当にピーター先生のこの賛美の信仰にね、私は打たれた、まあ、これこそ力じゃないかって思ったからです。ではプロジェクターもつきます。だから阪神大震災のすぐ後の礼拝の中のメッセージです。あなた方は賛美をしているだけで何にもしていないじゃないかと人々は言うかもしれない。何を勘違いしているか。この世界、宇宙を動かす一番の力は賛美である。私たちが静まって主を褒めたたえれば褒めたたえるほど主の力が働き、天の力が地に流れる。私たちの教会は、私たち教会はこの神様から最も聖なる仕事を与えられていたのです。だから命あるもの、今こそ声を上げて主を賛美する。このもう賛美そのものにもちろん力はありますが、賛美を信じる信仰っていうのはもう本当にすっごいパンチがありますよね。そしてこの感動する、私は信仰の言葉に感動するっていうのは癒しだと今回ね本当に思いました。実は私は年末からちょっと足が痛くてしびれたりしてきつかったんですが、最初にこの世界、宇宙を動かす一番の力は賛美である、私たちが静まってって主に向かうことですよね。主を褒めたたえれば褒めたたえるほど主の力が働き、天の力が地に流れる。これを読んだ時になんかこう胸を打つものがあって、ふっと気がついたら足の痛みが消えていました。
まあ、でもまたそれと同時にまたすぐに地震が来て、また痛くなりましたが、なんかこの寄せられる信仰のレポート、感動したというレポートなどを読むと、やはり同じようになんか癒しが、ね、流れるのを感じました。もう一つ、2022年というのは私たち新しい歌の年と呼ばれる年でした。これはね、もうただ本当にお祈りをしていたり、ある礼拝の中でだったり、なんか来年は何の年ですかと問うと、なんとなく答えが来るんですよね。でそれを、誰かもう一人か二人、私が、ね、その言葉を与えられているのを知らないで言った時、あ、これをね、しようって言って、で今年は愛の成就の年となってます。まあ、愛の成就、愛がなる、愛が完成するということですよね。で2022年がその新しい歌の年で、実は響き合うというようなことが語られました。解き明かしもね、拾い出してくれているので読みますね。響きの中に私はいる、響き合い一つになるとき私の願いはなるって語られたのが22年。そして23年、昨年です、新しい礼拝の年。これは新しい礼拝、もう作られたすべてのものが賛美する、楽器も自由に自由賛美として声とともに賛美するというのが、まあ、昨年でした。でその時語られたのは、息と息を一つにするということでした。私の息と一つになりなさいって語られたのが昨年。そして今年、私はもう今年はちょっと週報にも書きましたけれど、本当につらいことが起こり、なぜですかと神様に怒りたくなるような、そんなことが起こっても、もうすべては神の愛の中にあるということをもういっぱい見せられてきて、それを疑うことができない、もう否定することができないので、なぜこんな大地震が来た、よりによって1月1日に来た年が愛の成就の年ですかとは聞きましたが、もうそこは真剣には答えは求めていませんでした。これまでも与えられても、なんかこうすぐには分からない、ちょっとはぐらかされたような答えが多かったんですよね。東北の大震災、東日本大震災ですけど、あの時でもどうしてこんなことがって言ったら、私に十字架にもう一度かかれというのかみたいな解き明かしだったんですよね。あれもね、そんなこと何も思っていないのに、神様のなんか愛がもうそこにあるというのを本当に迫る言葉でした。で今年もどこが愛の成就の年ですかと聞いたとき、私が、神様がですよ、愛の成就を信じているのだよって、神の方が信じてくださっている、私はこれを神の信仰だと思いました。
愛の成就を信じているというのも神の信仰なら、賛美で全てが完成するというのも神の信仰だと私は思いました。そこで浮かんできたのが、この時にもう一言あったんですね。私の信仰を持ちなさいって。これは神の信仰を持てと言われているのと一緒ですよね。私の信仰を持ちなさい。そこで神の信仰を持てということを、ピーター先生はこのマルコの神を信じなさいっていう言葉が、ここは神の信仰を持てと、どうしてもそうとしか読めないと言われて語られたことがあります。で、そこをね、もうそのピーター先生のねメッセージの原稿あるか探してもらったら、もうスタッフはすぐ見つけてくれました。で、ちょっとここには間に合いませんでしたけど読みますね。もうね、2018年にピーター先生が語っておられます。神の信仰とは、神の信仰、表の神の信仰、神の信仰とは神の息と一つになるということです。もうこの頃から神の息と一つになるって言っておられたね。で、聞いてるんですよ、何回も。で、光線をしてるし読んでるし、なのに残ってなかった。天の賛美の響きに息を合わせれば誰でも分かります。難しいことではない。ギリシャ語を知らなくても、音楽の理論を知らなくても、誰でも神の息と一つになれます。天の賛美の中でふと、あ、神の息ってこれなんだと分かる瞬間があるでしょう。賛美に心を合わせてごらんなさい。神の息が分かります、と書いておられます。で、イエス様の言葉をねちょっと出してもらいます。神を信じなさい。よく聞いておくがよい。誰でもこの山に動き出して海の中に入れと言い、その言ったことは必ずなると心に疑わないで信じるなら、その通りになるであろう。もう本当に私たちも繰り返し繰り返し読むところですよね。私はね、今までこの一人一人の人がね、しっかりとした信仰に立てば、だから疑わないで信じるならね、山は動いて海に入るということだと捉えていたんですよね。で、それと違うわけではないんですが、今回新しく読めることに気がつきました。それは本当に簡単に神の信仰を持てると言っても、持ち続けることはとっても難しいですよね。難しい時がありますよね。で、今でも主に祈ったり、野手祈ったり、賛美をしてこうであってほしいと祈ったりする時に、自分一人ではどうしても力がない時、なんと体がある、私たちみんないる、そして礼拝があると、その中に持ってきた時に、そのたった一人の賛美も祈りも体の祈りとなって大きな力を発揮しますよね。私たちは台風の目がね、もう黒々とした台風の目が白くなって、危険な台風の進路がそれたことを覚えています。あれはただの偶然だとか思い込みではない、私たちが本当に祈り出した時間から動き出したんですよね。私はね、信じてるんです。体の祈りが台風を和らげた。
それと同じように、この神の信仰をね、人が持つのは難しい時もあると言っておきます。しかし私はこの神の信仰に応える信仰、私たちの信仰をね、神は与えてくださっていると思いました。これが賛美であって礼拝です。だから一人でこの心に疑わないで信じると、努力するのではなく、もう強い信仰に立とうとしなくても、体に持ってきたら体の信仰は強いです。主と同じように。だからこの体に持ってきて祈り賛美するなら、山は動き海の中に入る。山のようななかなか動かないものも、問題も病も悲しみも痛みも、神の信仰を持つことによって、賛美し礼拝することによって動かす。これがこう私たちに賛美が与えられ、まあ、そのもう一番は私はミザの前の礼拝をね、共にするために与えられたと、それは黙示録賛美に思いますが、その後のさまざまな本当にたくさんある賛美、そして2021年から与えられ始めたアレルヤ賛美はね、一人では何もできなくても賛美がある。一人で賛美していたって、たくさんの目に見えない人や体は共に賛美しているんですよね。それをね、知って賛美してほしいと。それが私はもう信じて疑わないことに匹敵すると思ってるんですよね。で、はい、なんかこの賛美の信仰の言葉、賛美の信仰の力、そして神を信じる体の祈りと賛美、それがもうこの自信をも含めてです、戦争も含めて私は答えになると思いました。で、まあ、そして今回ね、こうずっといろんなことを思い出していたんですが、コンサートというのはやはり一人一人が、あるいは小さな集会で、いや、もうたとえ大きくてもですね、歌う賛美とはね、やっぱり違う。コンサートには何か神の凝縮された願いがあって、それがなっていくという気がして仕方がありません。コンサート、今回昨年総会コンサートがありましたが、コンサートをしている間、コンサート本番だけではありませんよね。もうコンサートを始めるって言ったら、もう最初の曲選びの時から練習も含めてるんですが、そのコンサートの間中、賛美の与えられ方はいつもの何倍もだったし、そして礼拝の中ではないのに、ちょっとした会話の中からも癒しが凄まじく起こっていました。今年はアレルヤ録音もあるし、コンサートはどうなるのか知りませんが、
なんかそれもコンサートと同じようにとっても大きな力を持っている気がします。なぜなのかっていうのをね、これからね分かると思います。ところで、素敵な証があります。コンサートの賛美の響きがね、自分たちを癒してくれたという証です。で、申し訳ないんですが、ご本人に許可を得る前に、でももう癒されたから許可なしに出しますが勘弁してください。爽快コンサートの賛美 CD を聞いて、今日の週報に短いバージョンがあるからその長いのをねここで出します。まず小松よし子さん、週報には写真は入れられなかったんですが、スタッフがね写真まで入れてくれて、文章の方へ行きます。嬉しいことがありました。バースデープレゼントとしてもらった胡蝶蘭が生き返りました。大晦日に我が家に来て大喜びだったのですが、毎日4つずつ花がしぼむのです。買った花屋に聞くと、環境が合わないのでもうダメですと言われがっかりしました。ふと思いついて、やっぱりここがすごいんですね、ふと思いついてコンサートの CD を流したところ、その日からしおれなくなりました。話には聞いていたけど本当でした。花の数は半分になったけれど元気に咲いています。地の癒しは必ずなるという印を見せてもらった気がします。でそれまで毎日4つずつしぼんでいたのがね、賛美 CD をかけたらこんななった。本当に人だけではなくて命あるものはみんな癒され、ね、生き返る。昔ね私よく言ってたんですよね、私の部屋に来た花たちはね、まあ、やっぱりそこで賛美があるからかお祈りがあるからかすごく長持ちしてね、ある時1月1日に満開のチューリップをもらってね、で暖かい部屋に置いてるから普通ならね1週間持たないんですよ。つぼみなら持つんだけど開いてたんですよ。それが3月1日まで持ったんですよ。咲き続けて、それでね私は得意があってね、ほらってね見てって言って3月1日にね見せたらね、その日にもうね悲しかったこと写真一つ撮らなくてなんていうことをするのかと思うけど、なんか神様の命の流れるところね、もう賛美の流れるところね、なんか花も私共に賛美していたからだと思っています。次は梶原恵子さん、コロナになった時のことです。コロナになって熱はいきなり上がってきて怖かったですが、そんな時2023年爽快コンサートを聞きました。すごく不思議でしたが、なんだかコロナがハッと私を攻撃するのを一瞬忘れて、あの美しい響きに聞き惚れて吸い取られていってしまうような感覚を覚えました。そして実際熱も下がるのです。ああ、改めてあのコンサートの響きがどれだけすごい癒しだったのか、やっと感想が書けるって言って。もう一人、この恵子さんの証を読んでここにいるすずちゃん、平井すず子さんが書きました。彼女もコロナになったんで、あまりの体調の悪さに大晦日は爽快コンサート一部二部をフルで聞いて寝ることにしました。光子さんのナレーション、声の響きを聞くだけで不思議な平安、本当に響きが癒しそのものと思いました。そしてコンサート動画が終わると同時に何かスーッと抜けていくものがありました。これって賛美効果？クエスチョンマーク。本当に
クエスチョンマークと思わず疑ってしまうほどでした。本当に文字通り賛美コンサートの響きがね、 CD ですらこれだけの力を持っているとしたら、私たちが心を一つにして実際に賛美するとき、あるいは CD を聴きながら声を出して賛美したらね、またその癒しの力はね、何倍にもなると思います。ちょっとだけこのランのあれ、あ、ランの小松さんの証をもう一回戻してください。私はこのもうこういう癒しの証だとか、主に出会った喜びだとか、主がこんな風にしてくださったとかいう証を読むと、そこからこうなんか私じゃない、そこから賛美が響いてくるんですよね。でそれがね、どんなところから来るかをね、ちょっと紹介したくなったんですよ。この次です。がっかりしたけど、ふと思いついてコンサートを流したところ、その日からしおれなくなりました。次だったんです。話には聞いていたけど本当でしたって、なんてことないでしょ。でも話には聞いてたけど本当でしたって言ったら、こっから賛美が来てね、そうだろそうだろって、主を褒めよって、主を褒めたたえよって、この花もね、一緒に主を褒めたたえ、そんなのが聞こえてくるんですよ。でもきっかけはね、話には聞いていたけど本当でしたって、この一言だったんで、でこんな風にね、もう賛美が今、ね、250ぐらいもっとあるのかな、たくさんあるんですけど、実は賛美を出していないレポートがね、もう皆さんの集会報告とか、もういろんなところからあるんですよ。でどれもね、なんか嬉しくてね、もう今こんなね厚さのがね4冊ぐらい、もうどれも捨てられなくて、でしています。ということはね、主がいてくださる喜びとか、こういう証を書くと、文字だけではなくて、目には見えないけれども、その文字から響きがね、流れてね、天に流れるか目に見えない人に流れるかして、反響板がね、賛美してるんではないかって、ある時は私が感動する時は、もしかしたら私も、ね、反響板として感動してるのかもしれないけれど、あ、今日はこの証が来たなと思ったって、読む前からそこから響いてくることも多々あります。だから私個人の感動ではないんですよね。でもそうだから、本当に一人ではないっていうのが分かるでしょ。私たまたま私はその賛美の管として賛美をこなして言うことになってますが、言わなくてもあるんですよね。なんか主はそんな風にこう語り合うことも、こう自分を喜んでもらうこともね、喜んでおられるんだなって。でそれをまた多くのものは、さあ一緒に賛美しようって喜ぶんだと思いました。さて、アーメンハレルヤという賛美が黙示録にあります。もう癒し礼拝は、どの礼拝もそうですけども、たくさんの人と作っていくという話をしたことがありますよね。今回はこの担当の人がこれを歌いたいという賛美をね、歌おうと決めていました。そしたら、なんと2つ目の黙示録賛美がアーメンハレルヤでした。で、このちょっと変わったメロディーにね、そしてこの、今からこの御言葉もどんなところに語られているか知るために、ちょろっと読みますが、なんていうかすごいとこなんですよね。それでみえさんはね、このアーメンハレルヤの賛美を聞いた感想をね、
えぐいところにね、こんな響きがね来るのかって言ってね、そんな感想書いてます。えぐいっていうのが意味わからないけど、まあそう分かると思います。ではそこをちょっと先に読みます。黙示録の19章1節からです。このあと私は天の大群衆が大声で唱えるような声を聞いた。ハレルヤ。救いと栄光と力とは我らの神のものであり、その裁きは真実で正しい。初めはここまでしてたんです。しかしこれではわからないので、もうついこの続きからいきます。神は寛因で血を汚した大淫婦を裁き、神のしもべたちの地の報復を彼女になさったからである。再び声があって、ハレルヤ。彼女が焼かれる火の煙はよよ限りなく立ち上ると言った。すると24人の長老と4つの生き物とがひれ伏し、御座にいます神を拝していった。ここです。アーメン、ハレルヤ。なんとこの一言しか言わないんですよね。もうこの一言でいいんだと思いました。その時御座から声が出ていった。すべての神のしもべたちよ、神を恐れる者たちよ、小さき者も大いなる者も共に我らの神を賛美せよ。私はまた大群衆の声、多くの水の音、また激しい雷鳴のようなものを聞いた。これこそ立体賛美だと思いませんか。コンサートの時に賛美した神の幕屋とか、なんかもうその響きをね、これから思い出します。それはこう言った。ハレルヤ。全能者にして主なる我らの神は王なる支配者であられる。私たちは喜び楽しみ、神をあがめまつろう。子羊の婚宴の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。彼女は光り輝く汚れのない麻布の衣を着ることを許された。この麻布の衣は生徒たちの正しい行いである。もう聖書は正しいか正しくないか悪いというのは、もう神をに向かっている、神を信じているかそうでないかという、もうそれだけですよね。そしてここにある子羊の婚宴の時っていうのは、ピーター先生はね、天と地の融合であるって。私はこれが神の愛の成就、愛の成就。もう神の愛のって言わないのは、愛は神の愛と人の愛ももう共に一つとなって成就するということもあるので、愛の成就と呼んでいます。で、まあどんなところからね、アーメンハレルヤっていうのが出たかはお分かりになったと思います。全聖書の中でアーメンハレルヤってここしかないんです。そしてこのやっぱり神を神としない、あの言葉がね、もう本当に大淫婦なんてね、グレートプロスティテュートとなってましたよね、英語は。だからね、とにかく神を神としないもの、そして多くのものを巻き込んで命まで奪ってしまったものがいた。それのなんか裁きの後のことでした。でもね、アーメン、ハレルヤ。御座にいます神を拝して言うとき、アーメン、ハレルヤ。神のなさることは、願われることはその通りなりますように。ハレルヤ。主を褒めたたえます。もう御座の前で神にはもうこのアーメン、ハレルヤだけでよい。もちろんその後またいろいろ続くこともありますが、なんかこのアーメンとかハレルヤという言葉を持って、まず自分の信仰を
表し、そしてものを言うんだろうなと思いました。そしてそれからはこの一応そのアーメンハレルヤができたのはそういうところからだったんですが、アーメンハレルヤとミザの前のミザにおられる方に賛美する、その最も短い賛美、もうこれだけで十分であるという賛美を賛美したいと思います。あ、そうだ、もう長いんです。まずアーメンハレルヤっていう2ができていて、1はアーメンハレルヤってもしかしたら礼拝で歌ったことがあるかもしれませんね。そして2を歌い、2は、まあ、最初ギョッとするくらい、なんか音がずれてんじゃないかと思うくらいですが、 なぜこんなのか私も分かりません。ただ聞き慣れてくると、なんかこのずれてるみたいなところに神様のなんか願いがあるんではないかなっていう気がしてきます。ではまずソロ隊が2を歌って、またみんなで歌います。
アーメンハレルヤ2、そして今まで歌っていたアーメンハレルヤ1、なんかこう改めて聞いてみると美しいですよね。やはり神様に向かってアーメンハレルヤいうこの信仰の言葉だからだと思います。この1と2の立体賛美は今日はしないんですかね。オリジナルないでしょ。このあとちょっと今からこのね賛美のね証を読んだ後、この1と2だけの立体賛美をねちょっとしてもらうので聞いてみてください。まずね、私は今朝昨日の賛美練習の感想を5人の人からもらいました。みんなが触れてくれていたのがこのアーメンアレリアでした。でまず美恵さんの証から、今日の立体賛美すごかったです。あ、これをだから聞いてほしいんですよね。もともと古い方のアーメンハレルヤはどうしてあんなに明るいのかなというのか、限りがないというか、大音符の焼かれる煙が立ち上ることに対してのハレルヤというのとはイメージが違うなと思っていたいました。だからハモリ追っかけをしながら、これでいいのかなという思いがありました。暗いものが取り除かれることに対して歌ったのだから、明るいのもわかる、でも何か分かっていないことがあると思っていました。しかし賛美練習で1と2の立体をしたとき、ああこの響きが隠されていたんだと思いました。この立体賛美すると隠されていたというか、そこにある賛美の響きが、新しい響きというか、もともとそこにあったものなんですが、響きが出てくるんですよね。でそれで分かったと。でこの後はさらに新しいアーメンハレルヤのアーメンと、アーメンハレルヤのハレルヤという曲が与えられていて、4曲の立体賛美を今日はします。でこの時の、まだここでも歌ってないんですけど、この時の感想がねたくさんあるからね、ちょっとだけ聞いてみてください。この4つの曲を歌い始めた時、耳と頭に割り込んでくるような音が時に響き、なんかこうもしかしたら不協和音かもしれません。でもそれによって地の歪みに賛美の響きが入り込み、その歪みを作られた時の本来の美しさに立ち返らせて癒していく音ならだと思いました。実は私もそう思ったんですね。もう本当に深い深いところまで時を超えた癒しをね、この賛美は、もう本当短いこの賛美がすると思いました。平井すずちゃんのもあります。昨日与えられた新曲アーメンハレルヤ 1,2 の新曲とアーメンハレルヤ 1,2 の4曲を立体賛美したとき、私の体の血がうわーびっくりマークびっくりマークと沸騰するような感覚になって、喜び踊り出しそうになるほどの喜びが突き上げてきたのです。自分でもびっくりでした。今まで鳩賛美は感情を超えた霊にまで届く賛美だと思っていましたが、地ってブラッド、地に直接届く賛美と感じたのは初めてでした。アーメン、そのごとくなりますように、ハレルヤ、主を褒めよ。これが人の究極の喜びだからかもしれません。天の御座に招かれたかのような感動でしたって書いてあります。もう一つは稲吉智子さん、スペインから、新しいアーメンハレルヤには本当に驚きました。冒頭の低いメロディーが地の下から響いているのかなと思ったら、
神宮から、神の宮と書きます、神宮からという言葉が浮かびました。平安神宮、それも平安時代からずっと捧げられてきた祈りが宇宙礼拝に招かれ賛美とされたのかもしれないと思いました。私はまあ神宮、神の宮からね、響いてくるということかなとか思いましたが、これもとっても面白いです。二段目はそこに天からの賛美が流れてきて、三段目四段目の前半は以前からあるアーメンハレルヤと似たメロディーなので、すでに宇宙礼拝で賛美している私たち、天のもの地のものを含めの賛美、そして四段目の最後のフレーズで全部が一つにされたと思いました。なんかすごいことが起きているようでドキドキします。昨日はこの4曲の立体賛美を通してね、もう別世界へ行ったみたいだとか、昨日はまだ2曲までしかできてなかったんですよね。そして3時以降に4曲、立体賛美のしたんですけど、その2曲の立体賛美でもこの別世界へ行ってきたとかね、異次元へ行ったとか、もう見舞いに、神の見舞いに行ったみたいとかね、そんな感想がありました。私はこの賛美の方がこの地の、ね、プレートの歪んだところ、割れたところ、そして地が崩れたところ、人々の傷んだ心、また他のことでもなんかこの傷を引きずっていたりするもの、そんなところにこのなんかひび割れ、歪みのところにこの賛美の癒しが、癒しの響きがね、届くと信じています。では、1と2の立体を聞いてみてください。2つの賛美が重なった時に、2つの音だけではないなんか新しい響きがね、なんとなくフィーンと聞こえてくるような感じます。私はそういうのを聞くと、そこからがまた新しい賛美が生まれてくるというね、はい、みんなで賛美したいです。では最初にアーメンハレルヤ、今歌った2をソロ隊が歌い、そしてその次、新しいアーメンハレルヤのアーメンですけど、もう呼びにくいので、もう新しいアーメンといきますね。この2曲の立体賛美、それが立体賛美する前のやつ、アーメンハレルヤ2を歌ったら、その次は新しいアーメンを1回、そしてアーメンハレルヤの2とアーメンの立体賛美、それが終わったら、今度はアーメンハレルヤの1、昔からの1、そこに新しいハレルヤの立体賛美が、で
ハレルヤを歌って立体賛美して、そして最後にこの4曲を新しい1と2とそれぞれに追っかけるハレルヤ、ハレルヤ、アーメンを加えたものを聞いてください。Thank you.
綺麗かった。すずちゃんが血にまで、血ってね、自分の血液にまで届くって言ったのがよく分かりました。でもみんな歌えたそうだったから、もう一回だけ2と1と賛美隊を歌うので、皆さんも歌えるところ入ってください。で、新しいアーメン、新しいハレルヤも入れたら入ってください。行きましょう。ハレルヤしか歌っていないのに、深い深い癒しが届くのが分かりました。総会コンサートの時もそうでしたし、クリスマス礼拝の時もなんか風が吹いてきて倒れそうになったんですけど、今まだそれが起こった。どこから風が吹いてくるんでしょうね。びっくりした。はい、でも、はい、もしかしたらもう風も癒しの風として傷んだ地に運んでいきたいのかもしれませんね。では、傷んだこの地を癒した前の賛美をしたいと思います。21年の暮れって言ったらどういうわけかわからないんですけど、私はすっごく首や肩が痛くなって動かなくなって、ね、もうこのまま体が動かなくなったらどうしようという初めてパニックした年でした。で、もうね、その22年の1月になりますよね。21年の31日が具合悪かったから、22年のもう癒し礼拝はね、他の人に代わってもらうと決めて、そうするとなんか礼拝がね大事なんだよ、礼拝なんだよっていう、なんかきつくなかったけど優しい声がして、私は、痛くてもいいかって言って癒し礼拝をすると決めました。かといってすぐ体が痛いのが取れたわけではありませんが、とっても軽くなって、そしてその軽くなっただけではなくてね、それまでずっともうどんな時も賛美が響いていましたけど、
この体の調子が悪くなってから賛美が途絶えていたんですが、その賛美が戻ってきました。なんとその1曲目が、傷んだこの地を癒したまえ、1でした。それが1月多分11日です。そして今年、能登大震災が起こり、まず4日にこの癒したまえ2024っていうのが与えられ、みんなで賛美するようになりましたが、私は再び足がしびれてね、なんか時には腰も痛いし、もう本当にえらい目に遭いましたが、この時も、みんなが祈ってくださったこととか、これをが効くんではないかというこのサプリをもらったりして、もうほとんど良くなりましたが、1月6日、傷んだこの地を癒したまえ2が与えられました。だから22年と24年とね、1年置いてこの曲が与えられています。で、1の傷んだこの地を癒したまえにはね、癒し癒し癒したまえという曲が一緒に与えられてるんですが、今日は新しいこの1と2を賛美したいと思います。で、いずれはこの3曲のね、立体賛美がね、できる時がね、来ると思っています。なんか本当は難しいんだそうです。では、傷んだこの地を癒したまえ、まず新しい2の方をソロが歌います。そして立体までしてくれるね。で、その後みんなで歌います。ではまず聞いてください。傷んだこの地を癒したまえ。
癒したまえ、癒したまえ、癒したまえ。天から地から地の下から癒したまえの祈りが響いてきます。それこそ絶え間なく響いてくる。癒したまえ、癒したまえ、癒したまえ。この声の、この祈りの声を一つとして聞き逃さない方がおられる。私が癒そう、私が癒そう。本人が願っておられる以上の、ね、癒しをなしてくださる方がおられる。今日はこの癒したまえ一言一言に主が触れてくださる。見てよ、その愛を思いました。そんなことを言われても自分は一人ぼっちだ、どう考えても見捨てられていると、傷んでいる人に、お前は一人ではない、私が十字架で孤独受け取った時、もう人に孤独はなくなったと声が聞こえました。あえて主は十字架の上でその孤独を叫ばれた。神よ、どうして私をお見捨てになったのですか。これはすごいことでした。父なる神と御子はいつも一つ、その神の御子が見捨てられた。それはあなたが永遠に見捨てられることがないためです。そして今日はたくさんの癒しがなっていました。頭痛、この礼拝中も頭の片側が痛かった、主に左のような気がしましたが、右の痛い方もおられました。頭が痛かった人、目のかすみ、そして目の痛み、タングですね、舌の具合が悪い人、そして腰が痛い、膝が痛い、足が痛い、その痛みのもとにきっと骨の歪みだと思いますが、主の癒しが行きました。立体賛美の響きは深い癒しです。一つの短い賛美でも癒しますが、立体の響きは私は新しい癒しをもたらすと感じています。経済に行き詰まっている人、これからどうしていいかわからないと不安な人に主が来られました。私がすでに道を備えているではないかと聞こえました。それがどういうことなのか祈ってくださいね。そして
多分職場だと思いますが、人間関係に疲れ切っている人に、私を見なさいという言葉でした。賛美の中に身を置かれたらいいと思います。そしてもう一つ、ご家族の中に家から出られないような痛み悲しみを負っている人に、いじめではないと思いますが、いじめられていることからとしか思えないような悲しみを抱えている人に、主が来られました。賛美をしなさいでした。私は同じ賛美を3度することによってその力が発揮されるというのを見てきました。賛美を聞くのでもいいです。どうか賛美の響きに触れて主が癒したいと願っておられるそのお心に触れてほしいと思います。皮膚の病に、それからなんか頭に何があるのかわからないのですが、腫瘍か何か塊があるのか癒しが行きました。その人は右の方の後頭部です。主よ、癒しをありがとうございます。すべての病む人、悲しむ人、痛む人をあなたが癒してくださったことを信じます。すべてと言い切ることができるほどに、今日の立体賛美の響きは癒しでした。主よ、ありがとうございます。あなたの癒しを信じ感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今12時3分1203。こういう時はこの白い鳩のね、願いをね、忘れるなって言われている時なんですよ。たくさんの、もう本当にたくさんの癒しがあって、全部は言えなかったんですけれど、この なんていうかな、指の爪とかね、なんかこの時々こうキュッとこうなんかこう逆向けみたいに痛い、そんな人の癒しまであったんですよね今日。で、舌って言った時には、舌が傷んでいる人もあれば、自分の舌がね、ちょっと言い過ぎてね、人を傷つけてしまったとね、ごめんなさいっていう人もちゃんとその癒しの中に入ってましたからね。そして時折首が痛くなる人のこともありました。もうここで賛美の時には、お一人お一人みんな祈られたり、あるいは来る前からこういう願いで来てるとかありますよね。そういう癒しはね、もうなったと受け取って帰ってくださいね。で、もう自分でなくても、これはあの人のことだ、妹のことだ、受け取ったって、そして祈ってください。
私はこの体の祈りということに目覚めてから信仰のない人、反発している人にすらこの体の祈りによって癒しがいくというのを見るようになりました。今までもあったんですけどね、まあ、この人はラッキーなんだなぐらいの見方しかしてませんでしたけれど、そうではない、これだけの体の祈りがあったら拗ねてる人もね、拒否している人も癒しはいきます。でも神は一人一人に信じてほしい、自分の信仰に生きてほしい、もうそれが一番の癒しですからね、願っておられるから、まだ信じていない人にも、信じていない人にも癒しは行くけれど、その人がキリストに出会いますように、この愛に出会いますようにとね、祈ってほしいと思います。先に神様に感謝献金を捧げたいと思います。命の流れのアレルヤを賛美します。キリストイエス様、あなたの賛美をありがとうございます。今この短い賛美の間にもあなたの癒しはなっていました。それは悲しむ人、痛む人が一人残らず癒され、喜んで生きてほしいというあなたの願いです。主よ、ありがとうございます。あなたに出会えたこと、あなたの愛を知ったこと、あなたを愛するものとされたこと、ことごとく私には癒しでした。ありがとうございます。主の愛がまだ主を知らない人にいっぱいに流れますようにと祈ります。感謝し、イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
ヤシ礼拝だから言うんではないんですけど、今のねこの天から命流れって、その時も、まあ、もう本当に好きな賛美で皆さん美しい賛美しておられたけれど、そこでちょっと頭のスイッチを切り替えてね、自分に痛みとか不安とか心配事があったらね、命がね自分のここにあるこの心配事あるいは病のところに流れてきてね、この賛美の流れとなってパーッと川の中に入っていくイメージをしながら歌う。そして自分だけでなくても、本当に自分の思いに来る人あるいは地、ね、今だったらこの地震のこともありますし戦争もあるし、でも人の病のこともあったら、そこにこの流れが行って、もう流れが取り込むというか、流れの中にそのね病さんや痛みさんも入るようになって、流れとなって、御座の方に、私はもう天の御座からこの命の流れ生きていると思って帰っていくイメージをずっと最後まで持っていました。なんかすると不思議ですけど、本当にその通りの癒しがなっていきます。主が十字架に命を捨てられたというのは、そこまでの愛なんです。一人残らず癒されてほしい、喜びに来てほしい、その愛が迫ります。では最後に、来たりませ主よ、新しい2から歌い1へ行きます。この時もね、これは黙示録の最後に、聖書の最後に来たりませ主よという御言葉はありますが、もう個人的に、超個人的に、今主よ私のもとに来たりませって、そんな祈りを持ってね、賛美されてもいいと思います。では行きます。
これらのことを証しする方が仰せになる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来たります。主イエスよ、来たります。父なる神の愛が、御子イエスとイエス様の愛が、御霊の愛がここに全地に満ちますように、あなたの愛なる癒しが今傷んでいる地に、傷んでいる人に、傷んでいる時になりますように。アーメン。